今日はですね、巷ではね、最近タピオカに続いてね、白玉が流行ってるっていうね、嘘か本当かね、これもわかんないんですけど、らしいんで、フルーツポンチをね、作りました。で、今から仕上げていきたいと思います。早速、仕上げていきましょう。これはね、何から入れていけばいいんでしょうね。白玉まで入れときましょう。お、めっちゃ入るこれ。全部いけそうにいける。で、今日はね、すべてね、ビッグサイズにしてます。白玉から、フルーツもいちごとかも、ね、そのままです。でね、ちょっとね、ディッシャーがね、大きくてね、普通に切った方が良かったなってね、ディッシャーで取ってる時に思ったんですけど、そのまま、ディッシャーでやりきりました。よいしょ。キゴン。めっちゃ入るね、これ。これはね、4リットル入るんですよね。スイカも、種ごとです。皆さん、種って、取ってたりとかですかね。僕は結構そのままね、飲み込んじゃうんでね。この種はあまり取らないですね。5と9でしょ。はい、1の上でしょ。もう一回白玉いっておきましょう。ね。本当に流行ってるのかわかんないんですけど、白玉が流行ってるらしいですな。パイナップル。あ、すごいね。キウイがいっちゃう。キウイいっぱい入れときます。ゴールドキウイが好きかな。ね、今回のね、シロップとかもね、普通な作り方だったりね、炭酸ね、入れて作ったりすると思いますよね、シュワシュワにして ね、ラム酒とかね、こういう洋酒入れても良さそうな気がします。で、もう果物も自由な、好きなフルーツ使ってね、作ってくださいね。さて、ブルーベリーで、サクランボーイをね、で、くんでみようかな。こんなもんか。もうちょっと入れます。最後にちょっと白玉もちょっと入れます。白玉はね、なんか白玉粉1キロで、これに豆乳も1リットル入れてみる。白玉だけで2キロぐらいあります。よし、こんなもんだろう。上まで入れた方がいいかな。生でいいですね。ここにちょっとね、シロップを、よいしょ。ミント、ミント、飾っときましょう。ね、ね。
こ好きに止まらない。完成。じゃあね、今日はね、ちょっと飲み物がないんでね、これでね、乾杯していきたいと思います。でかっ乾杯。うん、いろんな味がする。ね、シロップもちょっと飲むことを考えてそこまで甘くしてないです。じゃあいただきます。ちょっと食べづらいな、この入れ物深すぎて。何からいこう。まず白玉からですかね。うん、すごい食べ応えある。でかいから。うん、おいしい。これはおいしいよ。最近暑いしね。うまっ。うまい。美味しいんですけど ね、全部がでかすぎて、もう一緒にね食べることができないんですよね。そう。普通ね、なんかこのフルーツと白玉とかね一緒に食べれると思うんですけど、普通に。ちょっとね、全部でかすぎてね、白玉だったら白玉しか食べれないっていう。でも美味しい。これは流行る。うん、僕がミントも食べちゃいます。うん、歯磨き粉。これはね、思ったよりしんどいな。うん、まずね、食べにくい。ちょっとね、人の器感がね空いたらそっちにね移し替えて食べたいと思います。なんかこのスプーンが届くところまでね、ちょっとこのままいきますね。うん、すっごいうまい。それはどうですか。ちょっとね、トロピカルな感じを出すためにねアロハを着てみたんですけど、どうでもいい、どうでもいいですよね。前回その前もね、ちょっと全部でかくしていってシーンですけど、やっぱりね普通のサイズがいいなっていうのはね思いますね。前回ねアンパンマンポテトとかはねやっぱ大きいの食べたいなと思ってましたけど、やっぱり売られているサイズがね、あれはちゃんと考えられて作られているのかわかんないですけど、ちょっと食べやすいしいいなっていうのは思いますね。このでかいシリーズを作ってると、大は小を兼ねるって言いますけどね、食べ物に関してはそうじゃないなっていうのはちょっと感じます。でね、まだちょっとこれだいぶ時間かかりそうなんで、
皆さんのお待ちかねの早送りの時間です。いきます。うん、お腹がねチャポチャポです。だいぶ酵素を取りましたね。ねえ、なんかね、果物の食べ過ぎなのかね、舌がねちょっとね痛いですごちそうさまでした。チャプチャプですよ、本当に。うん。いやー、これはね、それね、夏バテしてね、僕、果物だけでいいと思うことはね、夏にはよくあるんですけど、さすがにこんなにはいらないですね。舌が痛い。はい。で、次回がですね、何を作ろうかな。迷ってます。っていうことでね、次回はね、まだちょっとね、考えてないんで、考えておきます。はい。今日もね、ご視聴ありがとうございました。すごいですね、こんなんですからね、ポンチャポンですよ、これ。